ヤッホー、森有だよ。はい、皆さんこんにちは、森有でございます。今日はですね、ブログで感覚で喋っていこうと思います。いつもこんな感じで私は毎日を過ごしているんですけれども、今日はなんでこんな感じになったかというと、まあズバリ言うとネタがない。まあいつもなんですけど、ネタが見事にないんです。今日わかる？このシャレオツな感じのさやつで撮っちゃったからわかんないかもしれないんですけど、今日もうなんとも暑かった。もういつ出してるかわかんないけど、なんとも暑かったんです。30度とか言ってたの、東京。わけがわかんないでしょ。30度だよ。これっすよ。もうヒリヒリっす。オフショルってやっぱね、30度の時にオフショルね、来たらもう、ここどうもこんにちは状態ですよ。太陽よ、ここへ来んみたいな、真っ赤っか。このエフェクト伝わらない。なんでこんなオシャレな感じにしちゃったんだろう、後悔。私ブログをね、こうやってね、載せる時は、なんとなくなんですけど、こういう風に、私オシャレな人じゃないので、こういう風に載せたがるんです。これね、とりあえず今日はね、ここのね、あ、なんとなく見えるか見えないか、うん、見えなかった、錯覚だ。オフショルを着たんだけれども、とりあえず30度のね、炎天下の中ね、めっちゃオフショル焼けしたよっていう話題なんですけど、他に話題があったら皆さん教えてください。特にないね。そうだね、最近のなんか盛り上げ事情とかいろいろね、喋ろうかと思ったんですけど、特になくてね。こうやって考えてみると、私ってことごとくネタがない人だなと思うの。私の中でのベスト3ぐらいに入る面白い話題を喋っていこうかなって思います。ただ YouTube を通してこれを言ったことで面白いって伝わるかどうかわからないんですけど、なんかそのそこら辺のおじさん事情とかを喋っていこうかなと思います。電車に乗ってたんです。で、電車に乗ってて結構な満員でぎゅうぎゅうでブーって押された感じで、うーって感じだったんですけど、私よく自由が丘に行くんですよ。で、自由が丘に行くんですけど、丘ってついてるでしょ。で、まあもちろん自由が丘って丘ってついてるけど、丘ないんですね。大岡山とか緑が丘とか、なんかこう丘ってつく駅が何個かあるんですよ。すっごいね、おじさんがとりあえず後ろからこうもうぐいぐいね、2人のおじさんが来るんですよ。まあ満員なので、で後ろですごいここら辺でね、先輩みたいな話をしてて、でこっちのまあ先輩なんだろうね、こっちの どちらもまあ、あのおじさまで、あのこちらの先輩がなんだいみたいな、先輩っつって、っていうのもですね、こちら40代こちら50代ぐらいの、まあ、さほど変わりない先輩後輩ですね。で、その丘系列の駅に関しての話になったの。私はね、ずっとね、こうやってやっててね、もう満員電車すぎて、もうどうしようみたいな、もう早く降りたい。なんかそれでね、ずっとこうやって聞いててね、なんか先輩って言い出して何言うんだろうと思ったら、大岡山って置かなくないっすかって言い出したの。まずここの人が。で、そこで結構車内がえって感じの空気になったのね。で、その空気になったんだけど、先輩はそうだね、うん、僕も思ってたみたいな、こう思ってないことを絶対思ってないのにさ、そうだねってうなずき出したの。大岡山の次に話題になったのが緑ヶ丘で、先輩って言い出して、うわ、また始まったと思って、ちょっとじわじわ来てたの私で、なんかなんでそんな丘について触れていくんだろうって思って、すごいじわじわ来てたんだけど、聞かないふりをしててね。で、ずっとこう頑張って耐えてたんだけど、なんか緑ヶ丘ってどこに緑ありますって言い出したの。先輩がこうやって見出したのね、電車内のこの窓という窓をこうやって見出して、見る限りさほど緑ではないねって言い出したの。なんか緑査定を始めたのよくわかんないんだけど、私の前にいた今度おじさんがね、その話にじわじわ多分来ちゃったんだろうね。吹き出しちゃって、ほっほっって言い出して、あ、なんかすごい笑ってると思って、で私はなんか私ですごい板挟み状態じゃん、どうしようと思って、なんかもう なんかこうちょっと助けをね求めたわけ。なんか前後左右に助けを求めたんだけど、いなくて、左右どうなってんだろうと思ったらさ、左右がさ、すっごいさ、2人とも笑いをこらえてる女子だったわけで、みたいな、もうね泣き笑いしてる感じで、こっちはこっちでイヤホンを片耳だけみたいな、外してね、ちょっとちゃっかり聞いちゃってる感じだったの。何この人たちめっちゃ聞いてんじゃん話みたいな、そんぐらい面白い話をしてたのこの二人は。最後の最後に自由が丘で降りようって思った時に、先輩ってまた言い出して、僕らサラリーマンに自由な丘って存在するんすかねって言ったの。先輩がそれなって言ったの。
それだって知ってるんだって思った瞬間に車内がねざわつき出して、でなんかすっごいなんかみんな多分我慢してたんだろうね。自由が丘って結構乗り換え多いから、降りた瞬間にみんなが一致団結して、すっごい面白いサラリーマンのおじさん方でしたねみたいな話になって、すごいなんか知らない人と友達になったっていう話でした。そんなコーナーでどうでもいい話をね聞かされてるこの5分間ぐらい本当にごめんなさい。でもすごい面白かったから聞かせたかったの。なんかでもね、ここにいないと絶対に伝わらないこの面白さ、何このシュール感っていうか、何このなんか電車降りた時に友達になってる感じみたいな、喋っててすごい面白かったです。これは生放送で言うべきだったのかなと思ってちょっと後悔してます今。でももうせっかく7分も8分も9分も喋っちゃったから、カッツンってまとめてみんなにお届けします。本当にネタがないんだこいつって思うでしょ。本当にネタがないです。どうしよう、なんかネタあったら皆さん随時コメント欄で待ってますので、ネタをください。私にではでは、もうリアリでございました。喋ったら疲れた、もう寝ようかな。おやすみなさい、バイバイ。今日忘れてました。せーの、おつらい。